私の錬金術にドーンと任せときなさい。やっぱり行商の旅でそれなりに体力はついてるんだ。そりゃタオよりはね。それは言い過ぎでもないのかな。どうだろう。でも本当に心配はいらないよ。この先が古城に続いている。そうか、この先にあの竜が。崖を登らなきゃいけないのにその下にたどり着くだけでも大変そう。大丈夫。へえ、どんな道具？みんなも知ってるでしょ、ルフトよ。ルフト、ああ、それって確か風を起こすやつだったか。あれ、岩重すぎるのかな。ここまで細かく制御できないから高いところまで吹き飛ばすのは危ないかな。うん、よかった。じゃあどうするのかな。おいおい、それってどういう文章なの。あいつの名前なのか。まだわからないけど、アンペルさんの話との辻褄は合うかな。あれは竜。しまった、始まっちまった。私たちが竜を倒した。村の言い伝えにある古城の竜をね。そいつはすげえ。よし、認めてくれる人がもっと。